よし、10分タイマー。10分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。はい、皆さんおはようございます。今日はあいにくの、あいにくじゃないね、恵みの雨でございますね。いやー、水分じゃない、水をいっぱい貯蓄してほしいですね。で、今日は、2021年初のサウナ解禁の日としてさせていただきます。もうね、2020年にサウナに入ってからハマってから週に2回ぐらい行ってたんですよ。ただね、まあ、この Vlog をご覧いただいている方はご存知だと思いますが、僕は右頬のシミを取って、そのシミの治療、まあ、ケアのために、サウナは控えておりました。約2ヶ月ぐらい控えてましたかね。で、今日サウナ解禁なんで、まあ、特にね、僕がこの長崎で、利用しているサウナをご紹介したり、まあ、ルーティンなんかのご紹介したり、サウナの後のね、サウナ飯。このね、サウナ飯のルーティンも僕あるんですよ。サウナの最中もルーティンもちろんあるんですが、サウナを入った後のサウナ飯もね、いつもほぼ同じもの食べてますから、その辺もね、まあ、どこで食べてるかなんていうのも紹介していきたいと思いますので、今日はね、昼間よりもね、夜、まあ、仕事が終わってからサウナ行きますんで、夜がね、この今日の Vlog は見どころだと思いますので、ぜひね、最後までご視聴ください。この iPad のキーボード、これね、マジックキーボードいいんですけど、あんまりやっぱり iPad でタイピングしないんで、ちょっとケースを変えようかなと思っております。ちょっとね、こういうとこにね、置くのはいいんですけどね、なんかタイピングしない分重いんですよ。かなり重いんでね、その辺がちょっとね、辛いっすね。気軽に持ち運ぶっていうのを考えたら、MacBook と変わんないっすよ、重さ。なんか。これ、結構ね、あんまり甘ったらしくなくて美味しいです。うん、
はい、今ね仕事が終わりましたんで、今から、サウナに行きたいと思います。で、僕がいつも行っている、まあ、サウナをご紹介したりもできると思うんで、僕のサウナの利用をする最もな理由としては、空白の時間を作りたいんですよね。空白の時間を作ることで、まあ、いつもね、いろいろ頭の中で考えている、いろいろなことを、まあ、雑念であったり、いろんなことを、一度も空白にしてリセットする時間を設けたいので、サウナを利用しています。まあ、利用していますか？利用していました。で、今日2021年ね、初解禁となるので、今からね、サウナに行きたいと思います。多分ね、40分ぐらいかかります。家の近くではあるんですが、ちょっと家とは違う方向、まあ、同じ方向なんだけど、ちょっと違うんで、その辺もね、ちょっと距離はあります。家からは近いんですが、こういうね、長崎市街の職場からは少しね、遠いところになってます。今から、ね、行きたいと思います。そして、もちろん、つぶつぶコーンを今からファミリーマートで買って、それを飲んでちょっとね、お腹を満たして、行きたいと思います。いやー楽しみですね。だからまあ、2ヶ月ぐらい空いてるので、サウナ。定期的にサウナに通っていた時期から2ヶ月ぐらい経ってるんで、多分ね、めちゃくちゃね、頑張りすぎると多分ね、倒れちゃうと思うんで、今日はね、ちょっと無理せずに、まあ、適度に入ろうかと思います。で、サウナとか、こういう温泉に、が近くにある方はね、行くと、本当にリフレッシュ効果はめちゃめちゃ高いと思うんで、おすすめなんですよね。とりあえずね、今からね、向かいたいと思います。はい、こちら、買ってきました。めっちゃ振ってね、下にも僕振ります。下に。もうこう、飲み口のとこに全部コーンが来るよ。僕がいつも、通ってるサウナは、長崎伊予島の島風の湯というところなんですけども、回数券もね、何回か買ってて。はい。あと2枚なんで、ちょっとね、次来た時に回数券買おうかなと思います。中は取れないんで、はい。ちょっと行ってきたいと思います。ここですね。アークランドスパってちょっとなったみたいなんですね。名前が。島風の湯だったんですけど。ちょっと改築されて中身が。はい、こちらです。176番と僕入れてます。最高でしたよ。ああ、気持ちよかったっすよ、皆さん。久しぶり、2ヶ月ぶり。
なんかね、やっぱ体調良くなるというか、はぁ、マジ気持ちよかった。最高や。はい、ね、チョコミントクッキーをね、買ってきましたんで、これを食べながら、帰りたいと思います。ちょっと皆さんにこの、おぉ、これ結構400円くらいした。ちょっと見にくいかな。はい、もう溶けそう。うん、うまい。じゃあ買います。よいしょ。イタリアンレストランの生チョコ、イタリア料理とワインの店ファミリア、ヨナミル、たぶん、パパ、パパ、チャコ、ジンジャーの入ってる、パパ、パパ、うまうま、おいしそうね、これも美味しそうだね、うん、うまうまいよね、うん。Thank you.